はい、どうもこみです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、私のチャンネルなんですけども、基本的にはクラン対戦の、動画の解説やっております。皆さんの対戦でもですね、全回率が上がるようなヒントをお届けできればと思ってやっておりますので、ぜひ最後までご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。普段ですね、タウンホール12から14まで幅広くやってるんですが、本日はタウンホール14のアタックに関して見ていきたいというふうに思います。で、テーマはですね、明日から使える、いや、今日から使える中華式の技術ということでですね。まあ、今回見ていきたいのは、中華式のですね、2つの、基本パターンを見ていきたいなというふうに思う。ちょっと前の動画で、グランドウォーデンのね、お出火によって、タウンホールが落とせる場合は、すごく中華式やりやすいですよって話をしましたけども、それ以外にも、中華式ですね。まあ、要するに、ペッカスパビズを使ったラッシュ系の戦術が使いやすいパターンっていうのは、やっぱりいくつかあって、ここですね、今日は、見ていきたいなというふうに思っております。で、まず1個目ですね。これです。まずこの琴田さんのアタックでいいのかな？すみません。名前がちょっと微妙かもしれない。間違ったらごめんなさい。アタック見ていきたいと思うんですけども、タウンホールがここにありますよね。で、このタウンホールをどう破壊していくかっていうところが、まあ、ポイントになってくるわけなんですけども、グランドウォーデンのお出火を展開していって、入り場ですね。ここから入っていくんですね。ここから。ここからこう入っていきます。で、タウンホールの壊し方、よくね、見ていてほしいなというふうに思うんですが、まずはですね、しっかりと、グランドウォーデン、お出火で削りを入れていく。で、この削りを入れていくときにも、何を狙うかなんですね。今回のアタックでは、この投石機を狙っています。やっぱね、最近のその村の特徴として、ここ壁際に主力の防衛を置かざるを得ない、インフェルノだったり、まあ、投石ですよね。そういう村が増えてきてるなっていう印象がありますんで、そういうところに関しても、特に投石タウンホールなんかは、レイジ一発使ってもいいから、折れるなら折っちゃいたいですよね。っていうふうに今回も考えてやっていってますね。で、ゴーレムでタギを取ってからの、ペッカスパビズをここから展開していくという感じですね。ペッカとスパビズ若干広く出していってますね、これ。で、壁を開けて、さらにこの奥に進ませていこうという形ですね。この結構面で攻めていってますね。こんな風に。面で。で、突撃艦は当てていくんですね。ここで。で、突撃艦にトームをかけることによって、しっかりと、パビズとペッカたちをトームで守りながら、突撃艦をタウンホールに入れていく。で、これが結構良くって、しっかりですね、タウンホール方面をイエティたちが中に入ってるイエティが潰してくれるんですね。で、これもね、今回のアタックにおいては、イエティたちにダメージが集中してなかったので、きっちりと、周辺にあった、対空砲とかクロスボウまで壊してくれましたね。このパターン美味しいですね。ここに、スケルトントラップとかがあったりすると、イエティが捕まっちゃって、何も壊せずに終わっちゃったりもするんですけども、そうでない場合には、イエティが、レイジで生き残ってね、破壊を頑張ってくれるケースっていうのもあるので、今回それ見事にはまりましたね。で、最後、ここ壁をね、殴り開けるような格好になっちゃってます。ちょっとね、これ、本当ならジャンプの呪文が1枚あったらよかったかなっていうふうにも、まあ思うんですけども、結果的にはクイーンが殴り上げて投石まで壊してくれましたね。これでかかったですね。で、残りは、ペッカたちがこの6時側の隙間から外に出て、でそのまま外周ぐるっと回って全開という感じですね。タウンホールを突撃艦で折っていくっていうパターンは結構よく見られる、この中華式、ペッカスパビズの、やり方で、まあ、タウンホールの処理って大きく分けて3つあると思ってるんですね。グランドウォーデンのお出火で壊すパターン、あとは、今みたいに突撃艦で壊すパターンで、さらにもう1個っていうのは、タウンホールの区画には、直接入れないんですけども、壁の外からアーチャークイーンに殴らせて壊すパターンですね。この3つがあると思います。まあ、スパビズに殴らせるっていうパターンもありますけどね。いずれにしても壁の外から、タウンホールを壊すっていうのが大事で、まあ、この3つが主にあるかと思います。タウンホール区画にやっぱりスパビズ入れちゃうと、壊した後のポイズン効果で全滅しちゃうので、ちょっとそこはですね、あんまり多分やりたくない、攻めの形になるのかな、というふうに思っています。で、次ですね、こちらのアタック見ていきましょう。ナーチンさんのアタックですね。はい、これ。で、今回のこのパターンも突撃艦で取っていくんですけども、これね、突撃艦で取らなくてもいけたんじゃないかな、っていうふうに思うので、突撃艦ではあるんですが、ちょっと意識してみていただきたいのは、スパビズたちが通るルートを見ていただく、意識して見てもらいたいなっていうふうに思います。グランドボーデンでやっぱりこれ、お出火を使って、
投石を狙っていきますね。これやっぱ重要ですよね。投石を狙えるかどうかっていうのが、このお出火の戦果がどれだけ上がるかどうかって、もうその大きなポイントになってくるので、ここにまあクロスボウが1機あったとしても、霊場を使って投石を折り切っちゃうっていうのはすごくありかなっていうふうに個人的には思います。で、投石を狙って、これはギリギリだな。結構際どいな。頑張れ、グランドボーデン。いけ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 。危ねえ。結構ギリ。よくこれ粘りましたね。レイジ僕なら使っちゃったかもしれないな、これ。しっかりトームが、温存できてますね。で、そこでペッカたちに、グランドボーデン釣らせて、で、この壁の隙間から中に出ていくという。ね。で、ジャンプの呪文2個持ってってるんですけども、どこに使うかって、ここに使うんですね、これ。このジャンプの呪文の場所がすごく優秀で、ここに使うことによって、アーチャークイーンとかペッカが、ここにこう入っていくんですよね。そうすると、今これ突撃艦でまあタンホールを壊しているものの、仮にこれがなかったとしても、アーチャークイーンがここからタンホールをこう狙ってくれます。こういうルートに、アーチャークイーンを通すっていうね、やり方。まあこれがまあ、一つね、タンホールを壊す大きな、方法の二つ目かなと思います。アーチャークイーンもここにいますからね、これ。ここにいるので、全然普通に、なんだ、タンホールを射抜いてくれたんじゃないかなと思います。まずまあ、レイジーエディを使うことによって、アーチャークイーンだと時間がかかっちゃうタンホールの破壊っていうのを、よりこう、早く、やることができてましたよね。まあ、そうすることによって、タンホールの攻撃ダメージを減らして、スーパービーザーとの延命に結果的に繋がっていたということなのかなというふうに思います。で、最後はロイヤルチャンピオンでぐるっと掃除っていう感じですね。アーチャークイーン、キング、ロイヤルチャンピオン、グラドボデン、全部ヒーローが今生き残ってる状態で、キングとロイちゃんがまだ能力残しますからね。だいぶ余力がありますよね、これね。で、ホーミングシールドここで発動して、体力を回復させながら残り1個のフリーズを使いつつ、タウンホールまで、残りの防衛を壊していくという感じですね。連装、大砲にフリーズを当てていきましたね。これ結構火力高いんで、ナイス判断かなと思います。まあ、最悪このね、アーチャトが残っちゃっても、こんだけユニットが後ろからね、こう追従してきてるので、まあ、どうってことないですよね、これね。結構ね、この、アーチャートのダメージがエグいので、これでロイちゃんが落ちるんですけども、まあまあ、あとはもう余力で生き切っちゃいますね。結果が5体きっちり生き残ってるって、これすごくないですか？本当に。タンホールのやっぱ区画にユニットを入れちゃうと、このポイズン効果で全部やられちゃうんですが、そこに入れない。で、ちゃんとルートをこう作ってあげるっていうね、ここを壁にしてちゃんと、ここには入れませんよっていうこの判断ですね。こういうルート作り、まあ、突撃でタウンホール壊しましたけども、アーチャークイーンに抜くこともできるし、まあ、こういうね、タウンホールのギリギリのところを攻めていくっていうパターンは本当に使えると思います。で、ですね、次3つ目かな、3つ目がこれですね、エンペさんのアタックなんですけども、これはウッドランチャーでタウンホール狙っていくってパターンですね。これ結構、まあ、リスキーっちゃリスキーな攻め方になるのかなと個人的には思います。まあ、壁の作り的にちょっとこれ中華式っていうこのパターンでやるとしたら、まあ、ここの壁を開けて中にこうジャンプで入れていく。で、ここからタウンホール居抜けないので突撃艦で壊していくとか、まあ、いうパターンになっちゃうので、まあまあ、これをと、中華で攻めるかどうかっていうところが、まず一個判断ポイントなのかもしれませんけど、攻めるとしたらちょっと、やっぱり、ルート作りが難しい配置にはなってるかなっていう気はしますよね。で、グランドオーデン、レイジをかけて、これですね、クロスボウからダメージ受けちゃうんですけども、投石をきっちり狙っていきますね。ここの判断すごいですよね。しっかり戦果を上げていきます。で、バルーンを使って、ここの大砲を狙っていくっていう、このね、テクニックもいいですね。で、ペッカを出していって、1層目の壁はスーパーボールブレーカーで開けていく。2層目の壁もしっかりスーパーボールブレーカーで開けていって、後ろからウッドランチャーですね。で、ペッカスパイズをこのゾーンに入れていく。バーバリアンキングは今回外周の破壊係になってますね。これジャンプ打ったのは、これおそらくね、ウッドランチャーで開けてきたかったと思うんですけども、こっちの壁が残っちゃったんですね。なんで、ジャンプを使って中に入れていかないと、一方的に、フォース機器と、インフェルノタワーから撃たれまくっちゃうんで、もう仕方なくジャンプ打ったんだと思います。これ、クラン対戦の野良戦とか、ワンチャンもう一回攻めれるっていう場合には、耐えるっていう手もあるんですけども、もう本当に欲しいししたらもう取り返しがつかないんで、まあ、エンペさん、ここは、苦渋の決戦のジャンプだったんじゃないかなっていう風な気がしますね。で、このもタウンホールはイエティたちが突破していってくれる。まあ、ペッカたちとイエティですね。突破していってくれるんですけども、本来おそらくこのジャンプ、ここに打ちたかったと思うんですね。ここに。打って、ユニットたちを壁に捕まらせないようなプランニングでいたんじゃないかと思うんですが、ジャンプ使っちゃったんで、これも壁をね、スパウィズとかアーチャークイーンでこう殴り上げていってます。ただ、
逆に見てほしいところはこれ殴り上げられちゃうんですよね、これもうこのレベルマックスの壁ですよね、タウンホール14のこれをパビットアチャクリの攻撃で殴り上げちゃうっていう、この突破力がはなかなかやばいなと思っていて、でそういうことができちゃう要素があることがこの中華式がワンチャンなんかね、どっかで不都合があっても前回まで伸びていってしまう、まあ、要素なのかなっていう気がします。なんで皆さんがこうね、とりあえず中華式って思うぐらい、多用する、まあ、理由っていうのが、まあ、そういうところからもわかりますよね。いやー、すごいね。これは本当壁に捕まった段階で結構僕だったら、やーべー、もうダメかなって諦めちゃうんですけどね。諦めない気持ちというか、諦めないウィザードたちですね。なかなか、クエムの三島だかなっていう気がします。これ前回ですね、お見事です。はい、ではラストですね。ちょっと今回は最後、エンペさんのミスのパターンも見てほしいと思うんですが、さっきの、壁を殴り上げたパターンっていうのは、必ずしもあれが成功するってわけではないっていうのが、まあ、この攻めで見てもらえるかなというふうに思います。ここが残っちゃうんですよ。ここが。この部分が。この部分が残ってしまって、こういうふうに中華を、中華というか、ペッカビザードを出していくんですけども、この部分が残っちゃって、そこの壁に阻まれているうちにダメージ食らって全滅するっていうパターンになっちゃうんですね、これ。なので、やっぱりですね、ちゃんと壁を、まあ、全ての壁をこう乗り越えるためのジャンプの呪文なり、まあ、クエイクはちょっとなかなか使いづらいかな、この編成だと。まあ、ジャンプの呪文なりスーパーボールブレイカーを持っていくっていうのが、必要になってくるのかなというのが、まあ、改めてわかるかなというところですね。で、しっかりとペッカとスーパーウィザードを壁の中に入れていきますね。2層目のスーパーボールブレイカーの開けもうまいですね、これ。きっちり開けて、とどまることなくっていうか、まあ、その立ち止まることなくペッカスパビズが中に入ってくるようにしてますね。後ろからヒーラーもついていって、ペッカとスーパービーダードの回復をしたいんですが、なぜかグランドボーデンから離れないと。まあ、なぜかっていうか、これはあれですよね。グランドボーデンが陸のクロスボウから竹取られちゃってるから、まあ、しょうがないですよね。で、そのまま、ペッカスーパービーダード、今度はヒーラースイッチしましたね。しっかりと彼らを回復しながら中心部分に入っていって、タウンホールにはアーチャークイーンが迫っていくわけなんですが、さっき言ったように、ここの壁が残っちゃってるんですね。上側はこれ、キングが頑張ってくる。で、壁が残っちゃってるので、残念ながらですね、そこにロイちゃんを当てていくわけなんですけども、宝石のダメージとかがこうガンガン入っちゃって、アーチャークイーンが今、ここでクロークを入って、なんとかタウンホールはやっつけたんですが、ペッカスパビズが全滅している状態だと、これ以上伸ばせきれなかったっていう感じですかね。ここまでの星2ということになりました。やっぱり壁に捕まっちゃうと、その壁の奥から撃ってくる施設が何を撃つかにもよるんですよね。スーパーウィザードとか撃たれちゃうと、まあ、体力が低いのに攻撃力が高い、まあ、いわゆる攻めの要なので、そこから先の伸びが期待できないんですが、さっきの、まあ、3本目、1本前の、リプレイみたいに、アーチャークイーンを狙ってくれて、そこにヒーラーがついているだとか、いう形でうまいことタゲが、なんていうのかな、パビズに行かないような形が作れると、もう一伸びしてくれて、やばい、これは止まっちゃうかというところでも、こう乗り切ってくれる。まあそういうね、ワンチャンの突破力っていうのが、発揮されるのかなというところですね。まあなんですけども、そこは、あくまでオプションとして考えて、やっぱりですね、ジャンプの呪文とかを使って、しっかりと壁を全部こうケアしていくプランを作っていった方が、まあ無難なのかなというのが、まあ今回のこのアタックからちょっと自分が感じたことでした。でもエンペさんのやっぱさっきから見ていて、そのお是非かける場所うまいですよね。この3本目のアタックもう一回見てもらえたらと思うんですけども、ちゃんとその対空、対地クロスボウ、なんかのダメージを受けるところでも、臆せずそこにレイジ使って宝石を壊していくとか、そういうアドバンテージをしっかりと、グランドオーデンのお是非で取っていく。で、あわよくばターンオフル狙っていても当然あるんですけども、そうでなくても、まあ、宝石の1本ぐらい折ってやろうと。で、そこから、どういうふうにスパビズを展開していくのかなっていう、オデヒーでアドバンテージが取れるのはここ。じゃあ、こういうふうなルートでスパビズを流していこうみたいなね。そういう順番でおそらくプランニングをしてるんだろうと思いますし、そうした時に、タウンホールを壊す方法っていうのは大きく、突撃感を入れる方法。あとは、タウンホールの壁際をアーチャークイーン歩かせることによって、アーチャークイーンで殴り壊すっていう方法ですね。で、もう一個はウッドランチャーを使うっていう方法もあります。この辺を組み合わせていきながら、タウンホールをケアしつつ、ペッカスパビズを延命させて前回まで持っていくっていうこの流れ、ぜひですね、中華式試してみようと思う方いらっしゃったらやってみてもらえたらなというふうに思います。僕はこれちょっとやってみたいですね。本当に突撃艦にエーティを入れれば回廊系も結構いけるので、そういったね、
灰色に対するスパビズの動画は確かジョーカーさんがこの動画出してらっしゃったんじゃないかなと思うんで、そちらも見てもらえたらというふうに。結構万能性がある編成なので、使い勝手もいいし、1個使えるようになっておくとラン対戦やまあレジェンドいろんな場面で役立つかなというふうには思います。はい、というところでですね、本日は、ペッカスパビズ通称中華式のですね、攻め方のプランニングの考え方ですね、そこのところをお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。これ参考になったなと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また私のチャンネルですね、タンフォール12から14まで幅広くこうクラン対戦の解説の動画やっておりますので、これからも、対戦に関するいろんなヒントをお届けしてまいります。ご視聴いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。